結婚を知って度肝を抜かれた芸人と美女の夫婦ランキング、12638名の老若男女に聞いた調査結果を発表。第10位、ナインティナイン矢部浩之、青木優子。矢部っちは多分モテるタイプだと思う。俺も青木さんが好きだった。スポーツ選手からもモテモテの女子アナをゲットするとは羨ましい。驚いたけどよく見たら美男美女じゃない。2013年にご結婚され、お子様が2人います。相方の岡村隆史さんにも早く春が来るといいですね。第9位、藤本敏文、木下ゆきな。美女と野獣の先駆者。ユッキーナ可愛いのにそこ行くと思った。今では素敵な夫婦に感じる。ブサイクで気の弱いフジモンと可愛くてヤンキーなユッキーナはお似合いカップル。お二人の出会いはクイズヘキサゴンでの共演。2009年に熱愛報道があり、翌年には婚姻届を出されたそうです。お二人は大のディズニー好きで、挙式もディズニーランドだったなんてロマンチック。第8位、テイク2深沢邦之、田中美佐子。このカップルがお笑いと女優夫婦の草分け的な存在だと思います。年の差でもびっくり。当時格差婚とか言われてましたが、幸せそうで何よりです。深沢さんが美佐子さんの付き人だったことが馴れ初め、プロポーズは7つ年上の美佐子さんからだったそうです。第7位、トンネルズ木梨憲武、安田成美。のりさんが必死に口説いたのかな。人気絶頂の2人だったから。結婚当時はミスマッチと思いましたが、もはや理想の夫婦。まだ携帯電話の普及していない時代、自宅の電話番号を成美さんに伝えた木梨さんが一日中電話機の前で待機していたという胸キュンエピソードも。1993年に婚約を発表。翌年に結婚され、3人のお子様がいます。第6位、ネプチューン名倉潤、渡辺満里奈。アイドルとネプチューンの結びつきが思い浮かばなかった。おにゃんこクラブ時代からのファンだったので、きっとお金持ちのイケメンと結婚すると思ってた。名倉さんを選んだと知って、満里奈の好感度が上がった。結婚のきっかけはなんと満里奈さんの一目惚れだったとか。一方で名倉さんも出会った瞬間に満里奈さんに一目惚れしていたそうで、お二人の出会いは運命だったんですね。第5位、トンネルズ石橋貴明、鈴木保奈美。男女の仲は不可解。ビッグカップルすぎたから今でも嘘だと思っている。出会いはトンネルズの皆さんのおかげでしたでの共演。1998年に結婚した後、保奈美さんは専業主婦として生活するものの、3人の娘さんが小学生になった2008年から芸能活動を再開しています。第4位、爆笑問題田中裕二、山口萌え。結婚生活が想像つかない。びっくりしたわ。でも田中さん人柄がいいからね。萌えさんのお子さんも受け止めてすごいと思った。お互いバツイチだったお二人、子育てに追われていた山口さんを気遣って田中さんが外食に誘ったことから徐々に関係が深まり、2015年に結婚。田中さんの優しさが感じられますね。第3位、バナナマン日村勇紀、神田愛花。あの美人の神田愛花がなんでやねん。芸能界って出会いが少ないのかと思いました。まさに美女と珍獣だから。交際3年でゴールインした時は相方の設楽さんが婚姻届の承認欄にサインしたとのこと。お茶の間は驚きに包まれましたが、周囲から祝福された結婚だったようです。第2位、アンジャッシュ渡部健、佐々木希。普通に「え、接点どこ?」って驚いた。あまりに美人を持っていったから。知った時はこの野郎と思ってしまった。ブランド展示会で知り合いになり、仲間内での食事会を通して交際に発展したようです。2017年に結婚し、翌年には男の子を出産しています。絶世の美女を奥さんにもらった渡部さん。投票いただいた皆様からのコメントが一番荒々しかったのが印象的です。第1位、南海キャンディーズ山里亮太、蒼井優。朝ニュースを聞いて飛び起きた。ドッキリだと思ったら本当だった。交際の報道もなかったし、交際期間の短さにもびっくり。肝扱いされていた山ちゃん、
真面目に生きてると見てくれる人はいるもんだって思えた。世の中に希望を与えてくれたんじゃないのかな。令和初のビッグカップル、愛のキューピッドは相方のしずちゃん。映画フラガールで共演し親友となった葵さんに、山ちゃんどう？とボケとして聞いたことが始まりだったそうです。以上、結婚を知って度肝を抜かれた芸人と美女の夫婦ランキングでした。あなたが度肝を抜かれたご夫婦の組み合わせは誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。